私の父も陶芸家なんですけれども、幼い頃から私はかっこいいと思って、結構素材としての陶芸に魅力をずっと感じていまして、それをみんなで共有したいなっていう。かっこいいからこそ伝えたい、陶芸に込めた今という時代。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち。本郷美術骨董館の提供でお送りします。現代陶芸家毛塚ゆり、1984年栃木県生まれ。陶芸家の父の背中を追ってたどり着いた焼き物の次なるステージ。陶芸って器とかが多いと思うんですけど、私はそこにフォーカスしてたんじゃなくって、陶芸の何が好きなんだろうって思った時に、土の割れとか焼いた時のテカリとか素材感が好きなんだなっていうところに気づいて、現代アートみたいにコンセプトがあるものを陶芸っていう好きな素材で表現したいなって。あえて扱いづらい土を素材にする、そこに隠された陶芸でしか伝えられない彼女の思い。一番古いもので多分1万年ぐらい前の土器とか残ってるんですけど、現代を最も古いであろう素材で作るっていうことで、この時代のことが残るのかなって。将来掘り起こした人がどんなことを想像してくれるのかは想像つかないですけど、過去と現在とこれからみたいな感じで、普通のアートでは考えられないような楽しさはありますね。未来に残るものだからこそ今を表現したい、つなぎたいのは現代に生きる我々の人間らしさ。生活している中で疑問に思ったこととかを、どういうものを作ったら共有できるだろうかっていうふうに考えて、みんなの生活のすぐ本当に身近にあるようなものを作っているので、蛇口と容器の作品のシリーズがあるんですけれども、蛇口を周囲からの愛情の注ぎ口に例えて、で容器の方をそれを受け取る人間の精神として作っていて、家庭内での問題とか人間関係での問題とか、そういうところを感じ取ってほしいなって思ってます。陶芸によって現代を映し出す、この時代を生きる毛塚ゆりだから表現できる陶芸の魅力とは。立体であることで流通するの難しくって、割れ物だからさらに難しくって、素材っていう障壁があって、でもやっぱり陶芸の素材の美しさとかかっこよさみたいのを諦めることができなくって、皆さんに陶芸の良さっていうのを再認識してほしいなって思ってます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はイラストレーター作家テフテフのブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。